あの時あんたに村を助けてもらった。逃がすな。ここで仕留めておくんだ。ここならいっぱい機械がありそうだね。これだけあっても使える機械はほんの一部さ。見て見て、こっちはまるで新品だ。慌てるな、足元に気をつけて。大丈夫。まずい。え、あ、逃げろ。大きな音を立てると今みたいな事故が起こる。侵入者1名、事故で死亡。
ロボット山か。あの兄弟に話を聞いてみよう。何か知っておるかもしれぬしな。やあ、いらっしゃい。弟の方か。久しぶりだな。兄さんは元気か。実は4年前に事故で。そうであったか。悪いことを聞いたな。いいんです。ちょっと聞きたいことがある。何ですか？この辺りで魔物の話を聞いたことはないか？しかも普通のやつじゃなく、巨大だったり強力な魔物なんだけど。そういうのが出たとは聞いていませんね。僕はロボットを倒すことだけが生きがいですから。そうか、ならいい。それじゃあな。あ、ちょっと待ってください。なんだ？実は強力な武器を手に入れたんです。あなたなら扱えると思うんですけど。シロ、これはもう持ってる武器のようだな。良いではないか。2回目だからいろいろあるのだ。しかし見たところ壊れておるようだが。ええ、刃の部分が随分傷んでいるので、そのままでは威力を発揮できないんです。直せるのか？はい、素材さえあれば。なら素材を取ってくるよ。よかった。捨ててしまうにはもったいなくて。必要な素材は形状記憶合金です。地下2階にいる大型の敵からしか取れないので気をつけてくださいね。あと、こちらが地下2階に行くためのパスコードです。エレベーター。わかった。兄は死んでしまったか。まだ若かったであろうに。商売のため危険な場所にまで分け入ったようだ。
人や荷物を乗せて水上を行く乗り物。私に言葉たくさん教えてくれた。知らない世界を教えてくれた。これはいい素材ですね。早速武器の強化を行いますよ。わがままに付き合ってもらったので今回は無料でいいですよ。これはちょっと時間がかかりそうですね。完成したらお手紙で連絡させてもらいますよ。完成したら。ありがとう。ところで本日はどんなご用ですか？ありがとう。完成。ありがとう。ところで本日はどんなご用ですか？ありがとうございます。さてどうする。武器の修理には時間がかかるようだが。ポポルさんが神話の森に何かありそうだと言っていたな。あのやかましい連中の村か。
例の夢の村だな。そうだな。できればあの悪夢はもう見たくないものだが。ああ。あなた方ですか。神の木。ええ、村の奥にある木ですよ。その妙な気配は調べたのか。いいえ。なぜ調べぬ。近寄ってはいけないことになっているので。なぜ近寄ってはいけないのだ。さあ、なぜかはよくわからないです。妙な話だ。神の木から変な気配がするところで面白い話が。神の木ところでよ。魔王の城の鍵？知らないね。それはさておき。最近変わったこと。そんなことより、最近は白も言えた義理じゃないよ。我はこのような言葉で苔脅しをするような。待て、続きがあるようだ。全ての記憶を乱気の望みし言葉を紡いだ。望んだことを教えてくれるってことか。Thank you.
俺は、しかし魔物が思考するというのは初めて知ったな。どうでもいいさ、奴らが何を考えていようと、こんな面倒はもうごめんだ。あの木を倒したことでもう文字の世界に埋もれることもあるまい。時間が巻き戻りでもせぬ限りはな。最近変わった。そんなことより、ロボット山の弟から手紙。最近神の木の変というより、なんであんな木をありがたがっていたんでしょうね、私たちは。ところで面白い話が。手紙が来ているようだな。お願い。いろいろ世話になってるし、ロボット山に行くぞ。あんまり無理をしな。
仕事が忙しくてもご飯は妻と一緒に食べるようにしているんだ。それはさておき、行きたい場所を言ってくれ。いらっしゃい、武器。ああ、ありがとう。その武器なら。なんだ。お二人にお願いがあります。お願い。兄さんの仇を撃ってください。ずいぶん物騒なことを思い思いつきなんかじゃない。俺が武器を作ってきた。あいつらを殺せる道具を作りたくてやってきたんです。金儲けのためなんかじゃない。あいつら。そうです、魔物と一緒にいる大きなロボットです。魔物とロボットが手を組んでおるだと。魔物が
いるのか。はい。心は決まったか。ああ、やってやる。お願いし、あのロボットを殺してください。ところで、本日はどんなご用ですか。ありがとうございます。弟のために自分の楽しみを後回しにして、兄は。
それで幸せだったのか。弟が笑ってくれたり喜んでくれるだけで幸せなんだ。それが兄ちゃんってやつ。知性のかけらもない鉄の塊だな。でも結構強いです。油断してたらやられちゃいます。所詮機械だ。気を抜かねば負ける相手でもなかろう。お前も気を抜くなよ、クソボン。
何であれ、魔物とその仲間は皆殺しにするだけだ。するのも面倒だ。行くぞ。するのか。上から瓦礫が落ちてくるぞ。避けろ。脱出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 。外。世界。見る。守る。戦う。逃がすか。
その辺でもういいだろう。俺はやりましたよ。こいつがいなくなれば山に入りやすくなる。これからはいくらでも強い武器を作れますよ。任せてください。分かった、分かったから。憎悪と狂気では心は癒すことはできぬ。でも、そうするしかないんだ。愚かな。そうだな。魔王の正体について何か新たな情報が見つかったかもしれない。分かった。
それにしても不思議ですね。魔物がどうして機械と一緒にいたのでしょうか。機械に指示を出し協力しておるようだった。何か考えがあったんでしょうか。あの魔物には。あの魔物は、魔物が何を考えていようと殺した方がいいに決まっている。そうだな。魔物が機械なんかを守ろうとするなんて馬鹿げた話だ。お前たちも気をつけろよ。うん。私も魔物に支配されると仲間でさえ襲ってしまうからな。違う、カイネはカイネだ。魔物じゃない。こやつの言う通りだ。下着女と魔物は違う。魔物は下品な言葉は使わないからな。ぶっ飛ばすぞクソ神。もし魔物に支配されても僕が止めます。そうか。ありがとう。
ポポルさん、魔王の城の鍵の情報は何か分かりましたか？そうそう、ちょうどそのことで話したいことがあったの。崖の村は分かるわよね？ああ、あの憂鬱な者どもの陰気な村か。それが最近はそうでもないらしいわ。崖の村の村長からの手紙よ。魔王の城の鍵の名前が。そうね、各村の村長に問い合わせてみたの。すごい、さすがポポロさん。しかしなんだか都合が良すぎはしないか。ええ。どういうこと？あれだけ閉鎖的だった村人が商売を始めた。その上、魔王の城の鍵の情報まで教えると。ちょっと危険な感じがするわね。気にしすぎさ。それに危険でも構わない。待っているだけじゃヨナは戻っては来ない。それに魔物がいたら皆。そう、わかったわ。まずは村長の家を訪ねてみるといいわ。まずは。徐々に分かってきた。どうやら世界が滅んだのは気象変動じゃなくて何かが空。それは世界を潮の町に変えたと書かれている。潮、海に沈んだことを意味してるんだろうか。崖の村か。まずは村長の家だな。気がめいることだな。私が店を出すとは、随分と心境の変化があったものだな。変化したのは本当に心境なのか？私には信じられん。里帰りですね、カイネさん。里？私にとってあの村はだ。カイネ、心配するな。俺たちが守るから。守るなんて言葉は自分のケツの穴拭いてから言え。
裏が近づいてきたぞ。嫌な思い出が近づいてきたぞ。怖いね。黙れ、黙ってろ。私たちは望まない。不要な戦いを望まない。このまま共存することができるのなら。このまま穏やかに暮らし続けられるだろう。だがあの男がやってくる。そうだ、あの男がやってくる。女も子供も皆殺しになる。どうすれば、一体どうすればいいのだ。何を信じればいいんだ。終わりよ、私たちも。俺たち、ポポルさんの村から来ました。もうダメだ。手紙の件についてお話を聞きたいんです。もうこの村はおしまいだ。こういう陰気な輩であったな。村長、だってあなたが手紙を出してくれたんですよね。知らない、手紙など知らない。どういうことだ。他の者に聞いてみた方が早そうだな。村の者に聞き込みをしてみよう。
もう生きていても仕方が。魔物じゃないなら証明してみせなさいよ。狩りへ出る前には、またいらっしゃい。またもう閉じこもっているのはやめにしたんだ。手紙？知ら。手紙を出した人？聞いたことないね。手紙？そ。いらっしゃい。前だ。お庭を終わった。綺麗な花。手紙か。聞いたことあるような。知ってるのか？ないような。どっちなのだ？ところであんたは。カイネさんの友達かい？そうだな。噂には聞いてるよ。魔物狩りをしているんだって？しかりこの村の魔物も全滅できるものならしておきたいところだが。そうか、全滅か。全滅、全滅、全滅。分かっておる、魔物だ。くそ、罠か。見ろ、我の木。帰りが遅いから迎えに来たぞ。すまぬ、祭りになってしまったものでな。私も参加させてもらおう。殺人祭りだな。カイネさんの村の人たちは魔物に乗っ取られてます。でも全員じゃない、人間も混じってる。
全部お前たちのせいだ。逃げるんだ。嫌だよ、姉さんを置いて逃げられるわけないじゃないか。カイネ、そいつらは。女の方は魔物だ、騙されるな。姉さん、姉さん、お前たちこそ化け物じゃないのか。お前の姉さんはもう魔物になってるんだぞ。魔物だろうが何だろうが、僕の僕の優しい姉さんだ。の方が村人が襲われておるぞ。なければ全部うまくいってたんだ。やつらを倒せ。込まれたんだ。いや、嫌です。このままじゃ僕たち村のみんなを。そんなの嫌だ。携帯の中心から何かを感じるぞ。
敗した魔物の力、これ式の魔法弾幕ごときで臆するでない。ひるんだら負けだぞ。あの目の中心から魔力を感じるぞ。躊躇してはならぬ。奴らはもはや魔物なのだ。周囲の触手は魔法を弾くようだな。なんという素早さだ。奴の中心に魔力を集中させよ。裏に集まっておるぞ。高い場所から攻撃せよ。僕がこいつを釘付けにします。エミール、エミール、ここは僕が食い止めます。今なら あいつを後ろから狙うことができるはずです。回り込んで倒してください。ここはエミールに任せて、奴の後ろに回り込むぞ。慎重に奴の目を狙え。奴の生命力は侮れるということだ。
おい、もうやめろ、エミール。エミール。いな、エミールはおらぬ。ここにあるは最強兵器の本能のみ。
さん、ごめんなさい。僕のせいで、罪のない人まで。けど、エミールは俺たちを救ってくれたじゃないか。エミールがいなければ、俺たちは死んでたよ。ありがとう。でも、僕。いいんだ。もう振り向くな。とにかくこの村からは出よう。そうだな。